幼女神器アーデルハイド・フォン・シューゲル、我が帝国軍の技術開発部主任技師だ。この男、確かに頭は回るのだろう。だがそこに現実味がない。私は理論上は可能だと言って現場を疲弊させる人間を数多く見てきた。この男はまさにその典型だ。それがこの世界では生き死にに直結するから全くもって笑えない。前はよく、もうダメだ、死ぬ、などという言葉を耳にしたものだが、本当に死ぬ世界を知ってしまうとなんと陳腐なことだろうか。それにしても上も上だ。何度転属願いを出したと思う ?4 回 !4 回だ!忍耐のない人間だと思われないように、我慢して我慢して我慢の限界を超えて非公式に願い出て願い出て、それでも対応されず、さすがにという公式な願いを出して、さらに放置され、やっと、やっとだった。で、おさらばできると思ったらあの最悪の実験、あれで死ななかったの。あのクソマットサイエンティストは神の奇跡とほざいていたが、そもそもあれをあの狂気の実験に駆り立てたのは他でもない存在 X だ。やつがいなければあの実験は行われなかった。全く何が奇跡だ、ただの厄災じゃないか。少尉、少尉、うん、怖い顔をされていました。ちょっとくるみ割り人形にはいい思い出がなくてな。そうなのですか。ああ、でもそういうことってありますよね。私も小さい頃、近所のいじめっ子に人形を取り上げられたことがありまして、それを返してもらおうと人形を引っ張ったんです。ほも。すると引っ張った勢いで人形の首がポロッと取れちゃって、それからその人形がとっても怖く思えてしまって。ははん、それいいな。え、次にヤツが出てきたらまずそれをやろう。はい、首をグッと引っ張ってやるんだ。しょ、少尉。まあそれで奴が死ぬとは思えないが、少なくとも気は晴れるだろう。多少、いやほんのわずかだろうが。誰かの首を引きちぎりたいのですか。あ、いや、なんでもない、ただの独り言だ。少尉は時折とても怖いお言葉を発せられます。そうだな、軍人であるとはいえ私はまだ幼き身だ。ストレスもあるのだろう。少尉もストレスとか感じられるんですね。ああ、